スノーキーの FX 比較攻略ブログ管理人のスノーキーこと小手川幸也です。この動画ではトラリピの手数料が高い理由ということについてお話していきたいと思います。でですね、まあトラリピなんですけども、米ドル円スプレッドは約4000ほどでですね、まあ米ドル円1万通貨取引した場合、片道300円の直接的な手数料もかかってきます。ということでですね、米ドル円1万通貨はい、取引します、往復で約1000円のコストがかかってくるということなんですね。でもう先日というかこの前にも、比較動画を上げたりとか、あるいはブログでも書いてるんですけども、まあもうトラリピの手数料ってのは高いです。まあここは本当もう言い切っちゃってもいいと思います。他社と比較しても高い。はい、でですね、とはいえ預かり資産は増加している、つまりね、顧客は増えている。はい、まあそれだけの魅力があるのかなということなんですね。でまあその人気の理由なんですけど、まず1個目ですね、上場企業である。はい、やっぱり私たちね、大切なお金を預ける以上は、信頼度の高い業者さんに預けたいというのが、まあ正直なところだと思います。ただですね、トラリピ以外のリピート系注文を提供している業者さんの中には、上場企業というのは他にもいくつかあります。まあインバス証券、トライオート FX であったりとか、あるいは YJFX のリピトレとかですね。で、まあ、人気の理由その2、プロモーションの仕方がうまい。はい、まあ、広告の出し方であったりとかね、その、やってみたいなって思わせるような広告をうまく出しておられます。あるいはね、書籍を、出して、そこからまあ、そのトラリピやってみたいなと、こう、みんなの心に刺さるような、内容になっているものが多い。そして、ここ大事ですね。特許を取得している。はい、まあ、この特許っていうのがやっぱりね、特許を取得している注文方法ですよって言われると、あ、なんかすごいのかなって思いますし、まあ実際、まあすごいんですけどね、その特許を取得していること自体は。でですね、まあこのことによりですね、他社が、参入しづらかった、はい、二の足を踏んでいた。ただですね、昨年ぐらい、2014年ぐらいよりですね、どんどん他社も、参入してきてですね、今まで働いてこなかった競争原理が働いてきた。つまり、手数料競争にも今入ってきているということなんですね。はい。で、そういったよく似た注文が、他社でできることを知らない方、知らないユーザーさん、投資家が多いのではないかなと思います。リピート系注文イコールトラリピというふうに思っている方が多い。で、まあまあ、他を知らない。でですね、逆に言うとですね、そのリピート系注文が可能な、ことがまあ、みんなにこう知れ渡ってきてですね、シェアを奪われ出すと、もしかするとトラリピの手数料もこれから下がっていく可能性もあるのではないかなと見ております。まあ、これ他の業界に例えますとですね、まあ ADSL とか、あるいは光とかね、そうインターネットの接続、あるいは携帯電話、はい、やっぱりあのシェアを持ってる大手っていうのはなかなかあの料金下げないですよね。はい、まあそれはネット証券なんかも同じだと思います。インターネット証券なんかもね、やっぱり後発のところっていうのは手数料でまず入ってくるので、そういったことが起こる可能性もあるかなと思って、ちょっと私もね、ブログの方で違いっていうのをしっかり書いています。で、この動画の解説欄にですね、そのリピート系 FX の比較ができる URL っていうのを掲載しているので、よければ参考にしてみてください。結構ね、今ブログの方でもこのコンテンツっていうのを、充実させているところです。はい。まあ、ということでね、今回はリピート系 FX のお話でしたけども、これ以外にも、週末には週末恒例、来週の戦略、そして FX バイナルオプションシステムトレードなど投資に関する情報を配信していきますので、チャンネル登録をお願いいたします。そして私のブログはこちらの2つありますので、こちら2つの検索キーワード、もしくはこの動画の解説欄、説明欄に掲載されております URL よりご覧ください。ということで今回の動画は以上になります。最後までご覧いただきありがとうございました。スノーキーこと小手川幸也でした。